カバさん、お疲れ様です。カバさん油断するとすぐ長くなる。はい。はい、ということで、ジオン軍の新機体が。そうですね、クライマックスバトル2018-19、年末に支給される、先行支給される、今度はジオン軍の機体。ゲイマルク、コスト300の支援型。こちらの方も実際に試乗させてもらったので、性能等々見ていきたいなと思います。ダブルカートリッジシステムは、難しい。はい、じゃあまずセッティングですね。ゲイマルク、メインと格闘トリガーはダブルカートリッジシステムで、内容は変わります。武装が変わりますけど、固定です。今回ゲイマルクが切り替えられるよう持っていくのが、違う武装を持っていけるのはサブ射撃のみとなっています。サブ射撃の切り替え。で、サブ射撃の種類がチルドファンネル。まあ、これね、ちょっと説明しますけど、まあ、ファンネルなんですけど、なんか異様に当たる。そしてもう一個、ハイパーメガ粒子砲。これですね、ゲルキャなイメージかな。そしてこのような感じのセッティングとなっています。まあ、一般的なセッティングですね。ここでもうちょっと説明しちゃうんですけど、メイン武装の三連装メガ粒子砲のカトリッジ2、上から見るとここっすね、こんな感じ、扇状に弾が開いてこんな感じですね。結構な距離まで伸びて相手に当たるとよろけ、このような武装となっています。で、当て方等結構難しいのでね、実際まずタイマン形式でチルドファンネルを持ってやってみたので、そちらの様子をご覧ください。で、チルドファンネルはサブ射撃なので、サブ射撃でマルチロックです。なので開幕サブ射撃に持ち替えて遠い一番遠い距離をロックできるのはチルドファンネルなので、チルドファンネルを持って遠い距離をマルチロックでロック取りながら、まあぶっ放していくファンネル。ファンネル自体に硬直あるんですけど、ファンネルからビーム2発出ます。で、1発のビームライフルが30ダメージ、ビームライフルというかファンネルから出るビームですね、が30ダメージ固定となっているので、これが意外と当たります。もうこんな感じでファンネルひたすらかすって前に来た時にはだいぶ削れちゃってると。で、あとはメインカトリッジ2でダウン取って、ダメ取って、最後このグレネードランチャー、格闘トリガーのカトリッジ2ですね。一定の距離で爆風ヒットがあるので、まあ一般的なグレネードランチャーをイメージしてくれればいいかな。爆風広い単発ダウンのそこそこダメがあるグレネードランチャーを当てて相手のモビルスーツが溶けてしまうと。実際に次は対戦形式、複数戦ですね。で、アンチをやってみたので、そちらの様子もご覧ください。で、この時持ってるのは、チルドファンネルで、この機体支援型なんですけど、メインとサブ自体の射程距離はめちゃくちゃ短いです。短いというか近い。チルドファンネルのみが唯一支援型っぽいですね。遠い距離をロックできる武装なので、基本的に開幕はチルドファンネルを持っていた方がいいかなと思います。チルドファンネル持ってる場合ですね。で、遠い距離をマルチロックで取って、まずファンネルで相手を削ったら、複数いるところにこのカートリッジ2のメインを打っていくと。で、今はもうザクザクって見て分かってもらったと思うんですけど、当たり判定もでかくて扇状に開いていくので、めちゃくちゃ複数ヒットします。で、このようにもう武装がリロードになってしまうと何もできない、もう格闘振るしかない状態ができてしまうので、そこにはすごい気をつけてほしい。弾管理に気をつけてほしいですね。で、リロード自体が終わると、こういう乱戦チルドファンネルめちゃくちゃ当たってくんで、何か相手と戦ってる時、誰かこっちの味方と戦ってる機体にチルドファンネル打つと、空中や着地でどっちかのビームに引っかかることが多いかなと。基本的にサブもメインも引っ掛けてくる、引っ掛けて当てるっていうのがイメージに近いのかなと思います。カートリッジ1の方のメインは、着地硬直を狙いやすい、
ビームライフルではないですけど、射程のマシンガンみたいな感じになっていますね。で、ここも敵のロックは取ってないんですけど、柱の間に置き打ちすると奥の2枚にヒットして、相手はアラートになってないこのビームに引っかかって撃破されてしまうと。で、ここを着地カートリッジ版ですね。まあ、こんな感じで手数多く攻めるんですけど、手数多さに調子に乗ってって言い方おかしいですけど、手数の多さで勢いづいて何でもかんでもぶっ放してしまうと、味方がせっかく戦ってるのに作用ができず、いっぱい撃っただけで終わってしまう。そして肝心な時に弾がなくなってしまう。そういう時間帯が生まれるとこの機体活躍できなくなる時間帯になってしまうので、そこだけは気をつけたいかなと。で、メインのリロードが終わればこのようにひたすら置き打ちで、今のもうロック取ってない敵に、一緒にフワジャンしてる横にいた敵ですね、扇状に広がるビームが当たっていくと。このようにカートリッジ2のメインは扇状に広がってって、まあ当たります、まあ当たりますけど、リロードがその分長いです。そしてサブで今回持ってったチルドファンネルもロック距離遠いところでひたすらぶっ放して、遠いところ当たりますね。タンクとか重いタンク、装甲型のタンクとかをフワジャンしてても普通に空中で当たっちゃうんですけど、当たって前に来た時には気づいたら HP が削れてる。単発ダメージ、ビーム、ファンネルから出る2本のビームですね、1本が30ダメージあるんで、2本当たればもうそれだけで60ダメージなので、ちょっと難しいんですけど、メインですね。やっぱりメインのカートリッジ1、2をうまく弾切れしないように使い分けていくことで、いつでも弾を持ってて味方のカットができる動きができるようになるんじゃないかなと思います。次、唯一変えられるサブ射撃ですね。サブ射撃のハイパーメガ粒子砲ですね。冒頭で言ったゲルキャーのビームに似てると。長押しでチャージして、ダンスは3発で、長押しでチャージ、フルチャージで大ダメダンの武装。これも支援型張りのロック距離を持ってるんで、まず実際にタイマン形式でやってきたんで、そちらの様子をご覧ください。これね、まあ、フルチャージ開幕当てるんですけど、良さとリスク両方あるんで、ちょっと見といてほしいですね。まあ、この遠い距離の相手の登った着地硬直を取って、もうこれだけで約100ダメージ与えてると。で、詰めてくるのに先ほど打った格闘トリガーのカートリッジ2のグレネードランチャーですね、グレネードランチャー当てていくと。で、ここからもメインのひたすら置き打ち、相手が飛んでくるのが分かったらその進行方向にビームを置いておくと。で、ここちょっと見てほしいんですけど、今当たらなかったと。で、これなんで当たらないかっていうと、対戦相手視点で見るとよく分かるんですけど、メインのカートリッジ2の方ですね、弾速が結構遅いんですよね。遅くゆったり扇状に開いていく、こんな感じですね。今飛び出てきた時にもなんかパッと反応できちゃいそうな。で、ここっすね。1対1で向き合ってる時って意外と着地を取るのは向いてない武装なのかなと。で、そこまでそれ以上のことはまだつかめなかったんですけど、着地を取るにはカートリッジ1の3連装メガ粒子砲、カートリッジメインの3カートリッジ1ですねの方が優秀かな、弾速ともに。でも、これだと弾が取れないので、まあまあなかなか難しいなと。で、その代わりカートリッジ2のメインの方は乱戦にぶち込んだらまあ当たります。唯一やっちゃダメ、これはやんない方がいいよっていうのは、自分より立ち位置が上の機体に対してはカートリッジ2のメインは撃たない方がいいです。こういう風に広がって上に飛んでっちゃって、それだと複数ヒットがなかなか見込めないかなと。上から撃つならまだしも、やっぱり理想形は平行線上で、相手のモビルスーツは一個一個の当たり判定もでかいので、こんぐらいの太いビームがこうやって扇状に広がっていくイメージですね。なので、相手の平面、平行線上同じ高さで撃ってあげることによって、ここにいるモビルスーツないしはこの横にいる後ろにいるモビルスーツに貫通してってどんどん当たっていくようなイメージとなっています。立ち回りとしてはですね、サブのハイパーメガ粒子砲が3発あるんですけど、フルチャージじゃないとダウン取れないんですよ。フルチャージじゃないと着地硬直取ってもよろけなので、
それを持つんだったらやっぱチルドファンネルでロック距離遠く手広くモビルスーツを削っていった方がいいのかなと。まあこんな感じで着地に刺して、着地にはカートリッジ1のメインを刺して、乱戦で戦っているモビルスーツにはチルドファンネルをどんどんばらまいていくと。そういうことができれば弾切れもあまり起こさず全体的に削れる時間が増えるんじゃないかなと思いました。まあこの機体の特徴としてですね、弾速の速い武装カートリッジ1のメインとカートリッジ2のメインですね、カートリッジ2のこの扇状に広がるのはロック距離は長いんですけど弾速自体が遅いので遠い距離に狙って当てるっていうのは1体のモビルスーツの遠い距離を着地を取っていくっていうのはなかなか難しい武装なのかなと思いました。なので敵との距離が近くなってしまうのでそのタイミングでどういう武装を使って弾切れを起こさないように戦っていくか、手広く削っていくチルドファンネルを持って遠方からまずファーストアタックですね、ファーストアタックが始まる時に相手をなんとなくファンネルのビーム単発30ダメにかけてどん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 相手前部してくる硬直にファンネルを刺していって、相手が寄ってきたら至近距離は弾速の速いのを打つのか、相手が重なってるからカートリッジ2を打つのかで使い分けていくと弾の燃費も良くなって味方に負担もかけず、まあ連携して、この機体は支援型なんですけど 1.5 列目にすごい近いと思うんで前衛機とともに動いていくことができるのかなと思います。今回2018-19で先行式ですねされるジオン軍のゲーマルクコスト300の支援型、ダメージの出し方等々難しい部分はすごいあると思いますが、実際にまあ手広く削っていくこと自体ができる非常に優秀な機体だと思うんで、ぜひ皆さん先行式をゲットして戦場で試してみてください。そしてですね、同時公開で、連邦軍で手に入るダブルゼータガンダム、こちらもダブルカートリッジシステムで両方ともメインが切り替わる支援型コスト300の支援型となっていますので、そちらの方もぜひご覧ください。それでは。